こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。昭和の定食アドバイザーのお前ちゃんです。どれにしようかな。はい。いや、もうここは、山さん、もういろいろあって迷ったらですね、まず生姜焼き絶対食べてほしいんですよね。やっぱ、まえちゃんのおすすめ、間違いないですよね。いや、もう任せ間違いない。ようかな。いや、もう結局ね、なんか決めてもらった方がいいんです。そう、リフォームも悩むのはやっぱりこれじゃないの？いや、もう、ある意味、お任せくださいよ。この中から。なんて内容をよく聞かれますが、内装選びも、壁紙、床材、カーテン、いろんな中で、ショールームへ、バイ、リフォともこんな内容が来るんですよ。最近、ポコポコ。壁材、床材、何を選べば、おはようございます、山さん。今日、三月ショールーム行ってきます。さらには、今度は三月名古屋のショールーム行ってみようかと考えています。次は3月リリカルに行ってみようと思います。いろいろ勉強していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。私もリフォーム終わったけど、3月行きたいくらいです。まいちゃんね。いや、昔ね、山さんこの仕事を始めた時って、キッチンは何持ってくか、持ってくれよ、ま、っていうことで、何持っていくか、私が決めるのって工務店のお母さんが、奥さんが言っていて、つまり、お客さんが、いわゆるキッチン選ぶんじゃなくて、大工さんが持ってきてる。だから結構、いやー、前は見てなくて、大工さんお任せっきりだったから、今度は自分で選べようと思ってっていうふうに、クリナップや、宝や、TOTO や、リクシルやって、こう、なんか不思議な感覚しませんでした？このリフォームするときに、自分で選んでないんですかっていう話。そうですね。私もそれちょっと山さんから聞くまで知らなかったんですけどね。内装をお任せっていう時代もあったんですね。内装どころか、水回り。あ、水回りもね、すごいです水回りです。はい。で、内装材ってどんな感じになってます？壁紙選ぶときって今。ね。まあ、普通に、まあ、工務店さんから、まあ、このカタログ、だいたい SP で量産品で、見積もりはこれから、選んでるんで、こっからどうぞ、みたいなね。シンプルな壁紙はまあ厚みがある方が下地が目立たなくていいですよ。まあ白が無難じゃないですかみたいなご案内を受けること多いと思いますよね。はい。それもタイミングって、実際に物とかお金とか全部決まって、ショールーム行って、水回り商品決まって、そうそう、壁紙はっていう、壁ここ選んでくださいねって、もう着工の10日前とかね、契約結ぶときとかね、要は、最初じゃないから、これからとか、なんだか、急ぎませんからって、そうですね、着工して10日ぐらいの時ぐらいにまた、教えてもらえれば、それで間に合いますんでっていうような、だからまあ実際で、春2週間ぐらい前に決めちゃったみたいな感じだと思うんですけれども、2024年迷ったらこれ、クッションフロアおすすめ10選。そう、迷ってるんじゃないですか。今うちにあるんじゃないですか。いやー、本当はね、3月のショールームとか行った方がいいんですけれども、そこまで遠いし、私には時間がないし、いや、そんな見てもわかんないしっていうあなた、ぜひこちらの方をチェックしてみてください。おすすめ10選ですよ。お知らせです。リホナビブックリリースさせていただきました。リホナビマップ各種チェックシートを知っておくべき大切なこと。このリホナビ羅針盤に記入記入。そして解決したい悩み、こんな暮らしはしたくない。叶えたいマストな希望、こんな暮らしがしたい。などなど。さらに、リホナビライブラリー動画を4つのカテゴリーに分けて、LINE 登録してトップ画面でこちらのここ。ポチッ。リフォームのビライブラリー、リフォームの進め方、商品プラン、リフォームの費用する、さらにはリフォーム業者の探し方。ということで、今日お届けするのは、2024年迷ったらこれ、クッションフロアおすすめ10選です。行きましょう。水回りのリフォームの提案版といえば、やっぱクッションフロアですよね。今日はクッションフロアに特化して。クッションフロアのメリットって言っては、耐水性があり、お手入れ楽じゃないですか。で、ちょっと柔らかい感じ。で、クッション性。デザインも豊富、色柄、木目もありますよ。リーズナブルですよ。まあ、こういった形で。まあ、じゃあ聞かれるのはね、水回りなんですけど、クッションフロアおすすめですかって、まあ、じゃあこんな質問来るんですけど、なんかすごい質問なんですけど、でも一般の方にしたら、初めてリフォームするから、クッションフロアは床材、クッションフロアおすすめですか？まあ、ちゃん、意外な感じしません？そうですね、もうなんか水回りイコールクッションフロアっていう、まあ、例えばそれまで賃貸ずっと過ごしてた方は特に思ってると思うんですけどね、おすすめっていう概念はちょっと営業側からはなかったですよね。はい。だから結局ですね、家のところが、例えばフローリング張ってるお宅もあるじゃないですか、脱衣場のところ。で、今回、クッションフロアでって言って、クッ
クッションフロアおすすめありなの？使ったことないんですけどっていう方もいれば、クッションフロア以外、クッションフロアはそもそも優先順位でどれぐらいでいろんな素材あると思うけど、クッションフロア OK という意味で言うと、リーズナブルでデザインが豊富でクッション性があり耐水性がある。だからこそ一般的によく使われているということですね。たくさんあって選べないおすすめの品番を教えて、今回はクッションフロア2024、10品番をまとめました。まずは、やっぱり、この、木目柄、こういった、木肌の風合いが、無機質になりがちな洗面所やトイレの水場に温かみをプラスしてくれます。濃い色だと高級感のある締め、こういった形になります。まっちゃん、この木目柄いかがですか？あ、なるほどね。今までは結構、フローリングとか廊下とかリビングがね、フローリング調なんで、トイレ、洗面、キッチンは、石目とかが、一番ある組み合わせ、鉄板だったんですけど、全部木目で統一したいけど、でもやっぱり水回りちょっと木の腐食が怖いとかね、いうときにすごくいいと思いますよね。山さんとかそうなんです。まさしく。上張りフローリング、マンションで、ナウスフローリングって、ホワイト系の、フローリング貼ったんですけど、それと同じものをクッションフロアの品番で色合わせてるんで、色は繋がって、木目の柄も繋がってるんだけれど、やっぱりトイレとかね、で、脱衣場とかそういったところ木目で繋がる。だからこそ、この HM1105 に HM11073 見ていきましょうよ。こんな感じで、高級感で。これもいい感じ。これはトイレとか洗面とかでもいいんではないでしょうか。明るい感じになっていますしね。二つ目、目地あり石目柄。ここにこうちょっと目地があるような、小さなスペースでも目地があることで空間に奥行きが感じられ、へそ感が感じにくくなります。木目アイアンの異素材。こんな感じで行きましょう。ね。じゃあこれはどんな感じで見られます？この石目柄。そうですね。よくフロアタイル、目地が可愛いけどっていうところで、フロアタイルだと実際にこう貼り合わせていくんで、本当につなぎ目が出るんですけども、クッションフロアの場合は一枚ものなんで、目地の柄であってね、実際の目地があるわけではないので、お掃除もしやすいですよね。なるほど。HM11103、HM11093。こんな形で、掃除がしやすい。こんな。奥行き確かにありますね。なるほどね。さらにはタイル柄。細かく光沢のあるタイルは清潔感と上品さを感じられ、テラコッタの素焼きの風合いが空間のアスケンドル。汚れも、目立ちにくいんじゃないでしょうか。こちら、タイル柄。なるほど。こんな感じで。貼った時のこの色目もちょっとこの辺で違うんですが、まいちゃんこの辺いかがですか？これで見た時と貼った感じがちょっと違うというの。そうですね。やっぱり実際このサンプルだけだとどうしても分かりづらいんで、この実際貼った施工画像を見るってとても大事ですよね。ちなみに、この上の方はもう私もよく提案して入れてましたよね。人気の HM11128。そしてこちらもテラコッタ HM11130 です。こんな感じで。トン。これかね。わいい。かわいい。ナンバー4。主役アクセント柄。主張するわけですね。壁に柄物のアクセント使ってみたいけど、ちょっと勇気が出ないという方、床に柄を持ってくると主張しすぎないんですよ。確かに。これ。まあ、じゃあこれはどう？この床に主張する。やってますよね。やっぱり木目の暖かさってやっぱりその寒々しい洗面所には結構ね、確かに必要かなと思って、ただ、実際に木は持ってくるのはっていう方には、しかもね、こういうおしゃれなヘリンボーンっていうのはとてもいいんじゃないですかね。HM11144、HM11142。こんな形で主張する柄を持ってきます。ドン。これもかかわわいい。いい。なるほど。結構キッチンとかの床のところに、ドーンと持ってきて、奥さんこれ選んだのって言うけど、そうなのって言うけど、こういうのはリフォームの醍醐味ですよね。いや、もう、自分のね、ワクワクするテンションの上がる柄を持ってくるんであれば、リビングがちょっと怖いんであればね、その水回り持ってこいなんじゃないですか？モリス・クロニクルズ、最後です。こちら、モリスとサンゲスのコラボ、コレクション。自然を意識した柄が魅力。アースカラー、繊細な柄が部屋に入るたびに心がときめく。いやー、これわかります。山さん、もうこれね、モリスで全部揃えたかったかなって今から考えれば。これ。
これ、なんだろう、いちご泥棒かな。かわいい。CM1126CM11218。まいちゃん、こちら、いかがでしょうか？はい。11218、下の方。これ、あれですね。パーチェット柄ですよダね。メや、もう今、ドヤ顔しようと。昨日品川ショールームで、そう、まさしくこのパーケットから。パーケットって何ですか？このパーケッパーチェットよくわかんないですト。ね。おもろいね。昔からあるんですね、こういうね。うん、かわいいんですよ、これ。うん。おしゃれ。こんな形で拡大するけど、こんな形のパーケット柄でした。3月の品川ショールームのこちらの方が展示で貼ってありました。ぜひチェックしてみて。これいいですよね。いや、これクッションフロアですよ。これのフロアタイルバージョンね、私とても一目惚れしてキッチンに採用してます。はい。まとめです。2024年クッションフロアおすすめ品番10選。今回は3月のカタログ2022から2022を H フロアからご紹介させていただきました。水回りの内装にもし迷ったら今回ご紹介した品番をぜひチェックしてみてくださいね。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブックでした。リフォーナビマップ。こちらリフォームの軸を考えて希望の商品、ショールームで見る。そして理想の内装材、ショールームに見に行く。どう？3月品川ショールーム。名古屋もいろんなところにありますよ。リフォーム会社を選び、現地調査、見積もり検討、契約工事、引き渡し、リフォナビらしい版、軸シートを記入して、こういった、記入例のように作ってください。さらには、現地調査チェックシート、工事チェックシート、引き渡しチェックシート、契約書チェックシート、ショールームチェックシート、今までのリフォナビでお届けした内容からいろんな動画をまとめて凝縮したノウハウ、リフォ友がみんなやってしまったこういった悩みとか、そういった、失敗、そういった成功ノウハウをギュッと凝縮して、これチェックしておきましょう。そんな内容になっております。知っておくべき大切なこと。リフォナビ流、このリフォームの考え方、リフォームブルーにならないため、もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブックでした。お買いおすすめです。リフォームした人、お出し悩み検討中。他の人の質問、YouTube で言えない話、個別アドバイス、シェアしております。ぜひ、あなたも LINE 登録して定期的にプレゼント配信してます。QR コードを読んでいただいて、こちら、山さんの、この LINE で気軽に聞いてみよう。タイトルポチッと押すと、こちら、友達追加してみてくださいね。ということで、今日お届けしたのは、やっぱり内装材、迷うんじゃないでしょうか。おすすめを、リホナビで厳選させていただきました。まいちゃん、いかがだったでしょうか。はい。実は私の中ではですね、今回、もうずっとですね、水回りは石目でもうなんか勝手にそう思いがちだったんですけど、いや、その山さんちみたいに木目でつなげるって温かみがあっていいなって結構発見がありましたね。ありがとうございます。まさにこういった内装材のところを見るには、新しいそのリフォナビの、仲間がみんなやっぱショールーム行ってるんですよね。で、今回、まあ昨日なんですけれども、撮影三月さんにご協力いただきまして、ショールームの子にして、山さんね、正直内装材は、まあ門外漢でございまして、今日もコメント全然言いません。すでに舞いちゃってくれますが、いや、勉強になりましたっていうか、面白かったし、なんかそういった面で言うと、水回りはショールーム行くんでしょ？なんで内装材、ショールーム行かないのってちょっと思って、これからは内装材とショールーム両方、水回りだけじゃなくて3月も行った上で、自分のイメージね、絶対決めてなくてもいいから、ある程度は形に決めた上で、それから業者さんを探す。これ大きなポイントかな。新しい、まあ、リフォームの進め方、リフォーナビ流となっております。いきますよ。せーの。必ず、できできる。る。いってらっしゃい。今度は、やっぱりフロアタイルもやろうかな。